こんにちは、ジェニュエンウォッチです。明けましておめでとうございます。すみません、ここ1年ぐらい時計のレビューをしていませんでした。実は2021年に映像制作事務所を設立して、そちらが忙しくて時計レビューがおろそかになっておりました。2022年からは月1本ペースぐらいで時計のレビューができたらなと思っております。ですので皆様またよろしくお願いいたします。さて、2022年最初のレビューする時計はこちらにしようと思っています。グランドセイコー一番最初のモデル J14070。 実はこの時計、私の父から引き継いだ時計なのです。ですので私にとってとても特別な時計です。2022年の始まりにふさわしい時計ではないでしょうか。それでは楽しんで見ていってください。 J14070 は1960年から1963年の3年間のみ製造されました。製造時期によって3つのバリエーションがあります。初期のモデルはグランドセイコーのロゴが彫刻されていました。その次に出たバージョンはロゴがプリントされたものに、そして最後に出たものはアプライドされたものでした。私の持っているものはアプライドされたロゴなので最後のバージョンですね。そしてその下にプリントされた文字、クロノメーター。この文字は最近発売された復刻版にもないです。立体的なデザインで金色に輝くインデックス、あなたはこのデザインが1960年に作られたと信じられますか？モダンな雰囲気が最高です。そしてこのインデックスとアプライドのロゴは18金でできているとか。間違っていたらすみません。細く一直線に伸びる秒針、ケースまで届きそうなくらい長いですね。ムーブメントは3180、誤振動ロービートのモデルです。こんな昔の時計ですが、今でも日差プラスマイナス10秒以内に収まっています。ハック機能もあるので時間合わせがやりやすいモデルです。ケース幅は35ミリですが、ベゼルの幅が薄いので大きなダイヤルに見えますね。ちなみにガラス部分の幅は32ミリ。こちらのケースはもうだいぶ剥げてしまっていますが、14金メッキ仕様。正直言うと、通常使うにはこの剥げた部分が服に引っかかってちょっと使いにくいんです。でも時計屋さんとか商談に行くときにこれをつけていくと、お、すごい時計してるねと時計フリークスには喜ばれます。続いて風貌を見てみましょう。ラウンドした形状のこの風貌は実はプラスチック。ヴィンテージモデルの時計に多いこのプラスチックの風貌、傷がつきやすいのがデメリットですが、可視性が高く時刻を確認しやすいです。ぜひヴィンテージ時計を購入された際はこのプラスチックの風貌の魅力に浸ってみてはいかがでしょうか。次にラグですが、この形はヴィンテージのオメガのシーマスターとかでもよく見られるデザインですね。ラグ幅は18ミリ。細めで繊細な印象を受けます。ラグからラグは 42.5mm、 使いやすいサイズなのではないでしょうか。クラウンはおそらく純正ではないと思われます。しかしこのクラシカルなデザインのクラウンはこの時計の雰囲気にマッチしていて私は好きです。そしてケースバッグにはグランドセイコーのエンブレム、当時から現在まで変わらないデザイン、時代に流されないグランドセイコーの強さを感じます。ここまで見てくれた視聴者の皆様ありがとうございます。ところで
1960年代に作られたムーブメントの動きを見てみたくないですか？見てみたいですよね。ですので今回は特別にムーブメントを見てみましょうか。はい、これが3180のムーブメントです。1960年頃に生まれたとは思えないぐらい綺麗です。緩急張りもあり、精度の微調整も可能なメカニズム。本当に良い時計は永遠に動き続けるのだろうなと感じさせられます。グランドセイコーファーストはいかがでしたか？ヴィンテージの良さを感じていただけたら幸いです。この時計欲しくなりましたか？残念ながらこの時計だけは販売できません。他の時計はメルカリで販売しているので、もしよろしければ購入していただけると、私もどんどん時計を買うことができて助かりますので、皆さんよろしくお願いいたします。もしこのレビュー動画が面白いと感じた方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは今回はグランドセイコーファースト J14070 のレビュー動画でした。閲覧ありがとうございました。